アウトバーンを表す標識アウトバーンは、ドイツ・オーストリア・スイスの自動車高速道路。本校では、特に記述のない限り、主にドイツのアウトバーンについて記述する。速度無制限道路として有名であるが、無制限区域は、全区域ではなく、制限のある区域も存在する。アウトバーンの路線図、アウトバーンを、筑語分けすると、自動車の走る道である。アウトは、 自動車を意味し、バーンは人や馬も歩くような道ではない、専用路といったニュアンスを持つ。ドイツの道路交通法では、日本の高速自動車国道に相当し、日本の自動車専用道路に相当するのは、クラフトファールシュトラーセである。通称として、シュネルシュトラーセとも呼ばれ、こちらは、高速の五換に近い。法定最高速度はなく、推奨速度は、 時速 130km が表示されているが、混雑区間や交流分岐付近あるいは急座各区間には制限速度が設定され、おおむね時速 100km から時速 130km である。路線番号は東西方向が偶数、南北方向が奇数に割り振られている。ドイツの法定最高速度ルールは至って簡単でアウトバーン以外では 町の始まりを示す標識から終わりを示す標識の間の市街地は時速 50km、住宅街、学校近辺には時速 30km 規制標識も点在し、それ以外は時速 100km である。総延長はおよそ1万 3000km、連邦道路はおよそ4万 km。両者を合わせて連邦遠距離道路と呼ぶ。スイス。 フランス、オーストリア、オランダ、チェコ、スロバキア、デンマーク、ポーランドなど隣り合う各国の高速道路と密接に接続されている。オーストリア、スイス、チェコ、スロバキアではビネットと呼ばれる通行料金の支払いを示したステッカーシールをフロントガラスに貼る。ビネットは国境のサービスエリアや当外国のガソリンスタンドで購入できる。ビネットを貼っていない場合は 通行料金と罰金を警察に徴収される。フランスの高速道路、オートルートやイタリアの高速道路、アウトストラーダは有料となっている区間が多く、国境を越えると本線上に料金所が現れる。オランダ、ベルギー、ルクセンブルクの高速道路は無料であるため、国境を示す EU の標識があるのみである。デンマークの高速道路は無料だが、海底トンネルは有料である。 アウトバーン機公式で演説するヒトラー第二次、対戦機のアウトバーンを走行する2台の KDF ワーゲン。KDF は小型車ながらアウトバーンを時速 100km 連続巡航可能に設計され、1938年から戦時中にかけて少数が先行して限定製造された。短いスパンで打設されたコンクリート舗装が観察できる。 1943年撮影アウトバーン上に設けられたガソリンスタンドアウトバーンのような自動車専用道路の構想はドイツ帝国時代やバイマル共和国時代にも行われていた。1913年から1921年にはベルリン郊外にアブスと呼ばれる専用道路が作成され、1928年から1932年には ハフラバによって、ケルンボン管の道路が完成した。アウトバーンの名称は1929年にこの団体が作成したものである。しかしヤブスは9トルケルンボン管は3 5トルに過ぎなかった。これは、当時の自動車の普及度がはかばかしくなかったこと、当時の政治家が鉄道網や既存の道路網拡張で十分であると考えていたことが原因であった。 アウトバーン着工や病院建設などの公共事業は経済政策の一環であった。1929年に起こった世界恐慌の影響を受け、ドイツの深刻な不況で少なくとも600万人が失業に苦しむ中、1932年から1933年での選挙キャンペーンで、ナチ党のアドルフ・ヒトラーは国民に食とパンを与えることを約束した。 ヒトラーの目的はであり、その経済政策の責任者はドイツ、帝国銀行総裁のヒャルマル社派とであった。1936年には、ヘルマン・ゲーリングが総裁となり、4年計画を打ち出した。18から25歳までのすべてのドイツ男子は、兵役義務が課されたが、これは保障された仕事であり、ドイツ国民はこれに感謝した。 国家労働法師団が設置されているところもある。速度無制限区間における推奨巡航速度は時速1 3 0トルとされている。近年は速度制限区間が多くなっており、連邦道路研究所の2017年の報告書によると2015年のアウトバーンド線の70.4%は推奨速度のみが存在し、6.2%は天候や 交通状況による一時的な速度制限が行われており、23.4%は高級的な速度制限があると報告されている。ブランデンブルク州の2006年の測定では、アウトバーンの6車線区間の自由流時の平均速度は時速 142km であった。速度無制限区間であっても、路面の荒れが激しいことや、交通量の増大に伴い混雑が激しいこと、 すぐに速度制限区間に到達してしまうことなどから近年の幹線道路においては交通量の少ない地方の路線を除いて時速3 0 0トルを超えるような超高速走行は難しくなっている2008年にはブレーメン市が時速1 2 0トルの制限速度を導入市内全域で制限を行う自治体は初めてであった 無料を前提として設計されており、料金徴収書を設置することが困難なため、有料化は見送られ、自動車燃料や自動車保有への税金で建設と維持が行われていた。しかし、東西冷戦の集結や EU によるヨーロッパ経済の統合により、ヨーロッパの中間に位置する東西交通のようとして重要な存在であり、各国からの交通量の増加に加え、 周辺の環境対策や道路の整備維持など莫大な費用がかさんでおり、これらをドイツにおける税収で賄うことは適当でないとして外国からの利用が多い大型トラックを対象に有料化が図られている。その他の車種については賛否両論があり、当面は無料が継続されると思われる。こうして百九十五年一月より十二トン以上の大型トラックについて 有料となった。当初は利用券方式であったが、2005年1月から距離課金方式に変更された。本線上に ETC 受信装置を設置し、時速 80km で走行しているトラックの車上装置と赤外線で通信を行い、GPS によって通った路線料金を計算して収めるシステムである。本線受信装置からホストコンピューターへは、 ドイツテレコムの携帯電話通信網が使われる。ゲートを高速で通過するため当初は誤作動が多くシステムを受け負った。シーメンス社は違薬金をドイツ政府に支払った。国外業者のトラックに対しては車上装置設置の義務がないため車上装置を持たない。国外業者は通るルートの通行券をサービスエリアに備えられたチケットマシンで購入するシステムになっている。 高速走行に適したように設計されており、勾配は原則的に4%以内に抑えられている。また、建設時に航空機の発着を想定したため、舗装の厚みが平均7 5トルとアメリカの高速道路に比べて約2倍と厚くなっている。サービスエリアやパーキングエリアなどの施設が整備されており、レストランスナック売店、トイレ、簡易宿泊施設、 ガソリンスタンド、駐車場が合体したらストホーフと、給油だけのタンクシテレ、トイレが設置された、駐車場、トイレなしの駐車場のみの施設などと機能別に分かれている。戦前から戦後にかけての日本における弾丸道路計画は、アウトバーンに刺激されたものであると言われる。ありがとうございます。